お笑いコンビサバンナの八木ますみさん、ブラジルの人聞こえますか?が代表ネタで、独特の着眼点がとても面白いですよね。今回はそんなサバンナ八木さんについて、サバンナ八木の実家は大豪邸、サバンナ八木の実家の住所、サバンナ八木の父親の職業、サバンナ八木の母親は幼稚園理事、サバンナ八木の兄の職業、サバンナ八木の年収、これらの気になる情報をお伝えしていきます。キャレットキャレット。コンテンツ、ヒデ、ワンサバンナ八木の実家は大豪邸。二サバンナ八木の実家の住所。三サバンナ八木の父親の職業。四サバンナ八木の母親は幼稚園理事。五サバンナ八木の兄の職業。六サバンナ八木の年収。七サバンナ八木の実家金持ち大豪邸。両親の職業と兄弟構成について調査まとめ。サバンナヤギの実家は大豪邸。サバンナヤギさんの実家はとても大豪邸なんです。一部しか載っていませんがとても広い家ですよね。実家は兼業農家を営んでいて、2階建てで間取りはなんと 8LDK。通りで広いわけですね、わら。しかも、サバンナヤギさんの実家が趣味で管理している畑もあり、全部合わせると300坪の土地を持っているのだとか。サバンナヤギさんは子供の頃からとても裕福な暮らしを送っていたんですね。アスタリスクキャレットキャレットアスタリスク。サバンナヤギの実家の住所。引用 https://ochanokyoto.jp/spot/detail.php 疑問符シドイコール280。サバンナヤギさんの実家は、京都府鈴木郡井手町という、京都駅から約1時間のところにあります。詳しい住所までは不明ですが、サバンナヤギさんは小さい頃、週末になると庭に飾るための綺麗な石を探しに家族でよく川へ出かけていました。きっと自然豊かな場所なんでしょうね。サバンナヤギの父親の職業。引用 https://entamelinebiz/wp/1129.html ハッシュタグ特通。サバンナヤギさんの父親の職業は、元新幹線の運転士です。新幹線の運転士は、世の男性の憧れの職の一つですよね。しかし、27年目に新幹線のぞみが誕生し、運転が急激に難しくなったことをきっかけに退職。現在は、上述の通り農家を営んでいて、スイカ作りなどをしており、町で、スイカのおじさん、と呼ばれ、有名なのだそうですよ。サバンナヤギの母親は幼稚園理事。母親はヤギ貞子さんといい、奈良保育学院を卒業した後、奈良市立の幼稚園に40年間勤務。理事ではないですが、そこではなんと園長も務めていたそうで、過去には明石家さんまさんが通っていた幼稚園で先生をしていたという情報もありました。とてもベテランの幼稚園教諭だったんですね。きっと子供にも優しい良い先生であり、母親なんでしょうね。アスタリスクキャレットキャレットアスタリスク。サバンナヤギの兄の職業。サバンナヤギさんには2歳年上のヤギスミホさんという兄がいます。現在は、自身の持つ一級建築士の資格を生かし、設計事務所、株式会社ヤギ建設を経営する社長になっています。とても優秀ですよね。しかし以前は、2021年1月18日、R1 グランプリ2021の2回戦に出場した経験もあるほど芸人を志していました。しかもお笑いセンスも抜群で、あのサバンナヤギさんの持ちネタ、ブラジルの人、聞こえますか?も、ヤギスミホさんが生みの親なんだとか、わら。R1 グランプリへの挑戦はこれまでに3回で、過去2回はミスターカジノという名前で出場しています。お笑い好きの兄弟なんですね。サバンナヤギの年収、サバンナヤギさんの年収は公開されていません。しかし、相方の高橋茂雄さんと年収のコンビ格差がすごいということはこれまでの番組で語られています。ピーク時にはなんとサバンナヤギさんの年収と6倍もの差がついたんだとか?確かに高橋茂雄さんはバラエティ番組の司会や NHK 番組にも出演されており、年収は少なくとも2000万円以上あると考えられます。サバンナヤギさんは、現在は YouTube 活動もされているため、さすがに6倍もの差はないと思われます。サバンナヤギさんの年収は約1000万円弱と考えられます。
中山きんに君レーザーラモン HG サバンナヤギの馴れ初め、シャープ802。ちなみに、サバンナヤギさんの相方、高橋茂雄さんの実家は京都にある歯科医院です。下向き矢印。高橋茂雄の実家は歯医者。京都下京区の駅地下で評判も上々って本当。サバンナヤギの実家金持ち大豪邸。両親の職業と兄弟構成について調査まとめ。今回はサバンナヤギさんの実家と家族にまつわる情報を紹介しました。サバンナヤギさんの実家が農家を営む豪邸ということには驚きましたね。しかも父親は元新幹線運転手、母親は幼稚園教諭と両親ともに立派な職に就かれていましたね。サバンナヤギさんにはお笑い好きの兄もいるので、二人のコンビネタも見てみたいです。また新しい情報がわかりましたらお知らせしていきますね。最後までお読みいただきありがとう。